皆さんどうもよろしく、ドラゴン TK です。ではやっていきましょう、エンチャントーム。で行くところが上、一旦ちょっとパーティー編成、ちょっとカリンとライが出して行っておきましょう。ナイトサーバント結構やるからね。タイガリオンとこいつやろ、ちょっとどんな技使うのかわからんからさ、ナイトサーバント使えんねよな、はっきり言ってさ。プリムローズもちょっと使いたいんやけど、今下げといてキャラクターちょっと見ていきましょう。カリンのステータスは、ほう、キュアダンス、ダンスシュート、あー、なるほど。これはこいつレベル今なんぼ5か、なるほど。ライガはステータスブレイド、何それ、あ、近距離か、バリアアクセル、何か知らんけど、なるほど、そういうことな。オッケー、じゃあ次やっていこう。よーし、よし、何も取れんのかいっていう。しょうがないな、それは。で行く場所は、で、あ、なんかこっちある、こいつちょっと何戦う、あ、こいつあれか、なるほど、理解した理解した。よし、え、こいつだけ、フリーズから、え、ちょっと待って、焦るからさ、やめて、マジで。よっしゃ、あ、ゴーレムか、水よ、よっしゃい、よっしゃ、行くぜ、終わりだ、終わり、よっしゃ、終わった、よし、さらに、よかった、マジで。クレイジーピザコア、なるほど。で次行くところは上かぽいね。お、地の、なるほどね、よっしゃ、ここら辺のボス出てくるんじゃない、どっかで。ちょー、なんかあった、ショップか、よっしゃ、ちょっと見ていこうかって、あ、その前にこっちも、よいしょ、よいしょ、おー、ジンの星屑、ちょっと待って、おーし、ちょっとゴーレム合成、クレイジーピザ、こういつも合成しておこう。よし、スキップ、めんどくさいからね。武器合成、武器合成できるようになってるやんか。武器コアとマテリアルを使い武器を合成します。合成したいものを選択してください。キャラクターごとに装備できる武器の種類が決まっていますと。種類切り替えは R1、L1 で行いますと。なるほどね。ハンマーナックル、お、ちょっと上がるやん、直接結構上がる。武器構成、あ、それしかできんかった。ちょっと待って、マジで、アイテム購入、1、2、3、4、5個くらい買っとくか。で蘇生させるやつはちょいと、もう2個ほど買っとこう。でスキルジェム、これ何、 SP が1200増加、ほう、惜しまずに使用しての味方の能力を強化しておきたい。はあ、そういうものか、改善のエーテル、へえ、そういった感じになるのね。ちょっとスキルジェムちょっと1個購入して使いたい。スキル購入、お、なんかいろいろあれやないの、これ誰になるの、アツマ、アツマ、カリン、ハイシュート、これ買おう。あれよう使うやつになりそうやからね。ハイアースシェイクか、なるほど。ちょっと変われへんけどね。変われへんけどね、ちょっと欲しいね、ここら辺は全部ね。じゃあ間違えた間違えた、ワイドシュート、カリンか、アツマやろ。敵一体に気合を食らすやつかね。相手を重力にすることで戦い有利に進められる、だがダメージ自体はやや低めか、なるほど。ハイパワーチャージ、
50% アップか。さらに攻撃の威力を増すと。 TV が足りません。まあ知らないね。こう表でやる購入か。こういうのはいらんわな今のところ。アイテム売却はしない。あとはここら辺ちょっと壊してんで、ちょっと待て、一旦向こう行く前にね、なんか出てくると思うんで。 SP か。ああ、そういう感じで使えるやつか。あ、そうやった、そういや忘れとったわ俺これ。うわすげえ、31しか残ってない。ちょっと待って、あ、全部やっとかんとね。でこいつは援護と素早さが高いのか。 EP と、なるほど。関節もちょっと1個上げとくか。これであとはオッケー、これであと直接の方上げていこう。おお、いいね、いい感じ、いい感じ。ブブブブか。オッケー、これでいいやろ。ちょっと待って、アイテムちょっとあの SP のやつ使ってね。スキルジェム、よっしゃ。パーティー編成でキャラクターでステータスではなかった。成長の方やね。アツマちょっと選んで、ここら辺で何か。援護はいらんね。直接ちょっと上げていくか。あとこれとね、ここら辺も開けとこう。ならこれでいくか。あ、そうや、あとスキルや、忘れとった。スキル習得ブ。あ、こっちも SP なんや。あ、そうなのね。あー、これ SP 絶対めっちゃいるやんっていうパターンやね。うん、これはちょっと一旦ここでセーブして次やっていこう。これでね、よし行きましょう。ここやね、西の貯水路か。なるほど。あれ、なんか変なとこに出たな。変なとこじゃなくて、ここはダム内の水路よ。ダム内の水路、ダムだって。なんで地下牢からダムに出るんだよ。ロンドン城がダムと一体化した城だからよ。へえ、そうなんや。ダムと一体化した城、なんでダムなんかと城を一緒にしてんだ。それはあるものを封じるためよ。んー、あるもの。興味なさそうね。とにかく俺はさっさとこんなところからおさらばしたいんだ。早くトウヤたちのことを確かめに行かなきゃいけないんだから、進もうぜ。何？おお、あ、そういうこと？そういうことね。こっちには何もない。よし、じゃあこっち進んでいこう。キュリーところでね、終わりたいんですけど。よし。何これ？こっちには何かあんのか？お、こっち開いてる。絶対これ何かあるパターンやんて。ちょっと待て、さっきからエンカウントしすぎな。ちょっとさ、ホーリーボトル的なものねえの。マジでうざい。倒してやるぜ。さあ、おしゃい。ちょっと待て、やばい、ダメージもういけるな。オッケー、乗ってきたわよ。水よ。オッケー、終わった。で
こっちには何がある？あ、やっぱ昨日あれなんかってもう、ほんまうぜえな。ちょっと待って、このうざさがやばい。エンカウント率の高さが半端ない。エンチャントアームだけど、エンチャントの振る舞いです。オッケー、終わった。オッケー、早い。今回は早かった。だいぶ楽やわ今のは。で、あるのは 1000TB。 おお、いいね、素晴らしいね。 SP がね、このゲームが必要になってくるんでね、戦闘も必要なんですけど、ちょっとね、先進めたい時に限ってな、めっちゃ出てくるから、それが嫌っていうな。え、なに？あ、こだましてんのか、音が。よし、で、やっていくんやけど、ちょっと待って、ここなんかあるんじゃね、次。いや、怖いんやけど、え？あ、ここなんかある。え、じゃあこっちなんなん？ちょっと待て、なん、こっちなんなん？行ったら先に。またエンカウントするんかよっていう、そういうのいらんからもう。OK、 どうした？おー、いいね、お、素晴らしい、ありがたいよ。お、レベルが上がった、すげえ。これ何もないんか、なら上行こう。おお、これ上行って、また上行って、え、こっち何もないやん、え、あ、ある、え、あ、何もないやんか、え、ちょっと待って、嘘、え、ちょっと待って、あ、向こうにも、向こうにもあったわ、向こうにもあったわ、全然気づかんかったわ、こっちしか見てなかった、ごめん。行くところといえばこっちにもあったってことね。なるほど、こっちが正規ルートっぽいね。さっきのまあアイテムだけやったから。よっしゃ、でなんかおるて、なんかおるて、まあ行こう、しゃあない。ん、なんだ貴様らは。なんだ貴様らはってか、脱獄者だな。そうだよ、許さんぞ。いや、やべえ、やべえ、見つかったぞ。こうなったら戦うしかない。行くわよ、ライガ。ギョイギョイ、ライガすげえ。なんかちょっと隠密行動する忍者と似たような感じのものを感じるよ。よし、こいつらやな、こいつらは。まあオートでやっていこう。盾をここに。よっしゃい、もうそういうのいないから。おー、一匹は倒した、ありがてえ。おい、うえい、上がれなさい。よっしゃ、よっしゃい、せいや、いいね。あー、アシマ死んだ。まあ、しゃあないですよ。しゃあないですよ。まあ、でもね、え、ちょっと待て、ちょっと待て、え、まさかこれさ、水よ。OK、 おい、あー死んだ、あ、ちょっと待って、あかん、このパターンは嫌なパターンや。一旦これな、ライガーでアイテムリターンパウダーを、リターンパウダーやな。あー、なっとったんか。で、こいつでリターンパウダーを、プップップップ。ちょっと待て、あとはもうオートオートで。あ、消えていった、消えていった、消えていった。あ、ちょっと待って、これでいける。さあ、終わった、さあ終わった、さあ終わった。どうだ？よし、倒したわね。ここってダムの中の水路だろ？そ
んなところにまで兵士がいるなんて。なんか随分警備が厳重なんだな。ロンドンシティ中に警戒宣言が出ているから当然よ。警戒宣言？警戒宣言？それって…そうよ。おお、やっぱりそうね。あなたの言う通り、この警戒宣言が敷かれているのは横浜シティが復活したデビルゴーレムによって滅ぼされたからよ。ああ、そうやね。ロンドンの人々は皆デビルゴーレムの襲撃を恐れているわ。デビルゴーレム…あいつか。横浜シティはクイーン・オブ・アイスによって完全に破壊されたそうよ。あいつが街を…生存者は一人もいない。いいえ、あなただけだと聞いているわ。え、嘘だ。トーヤは死んでなんかいない。誠だってきっと、きっと…分かったわ。だから大声出さないで、うん、ロンドン市街まではまだあるわ。急ぐわよ。おう、急ぐの？ギョイ。ギョイ。ギョイしか言われへんのか、お前は。あかん、これ。また出てくる。ギョイ。ギョイしか言われへんのか、お前は。まったく。え、何？おう、水の中に入れそう。入れそうね。でも水の中歩いてたら死んじゃうじゃん。バカに、泳ぎば沈まないでしょ。泳ぐ？仕方ないから説明してあげるわ。がっぽじってしっかり聞きなさい。まず水の中に入るのはこういう水の中に入るそうなポイントに行って丸を押せばいい。まあこのゲームは大抵は丸やから。水の中の移動については普通の時のと同じように L で行える。あと水から出たい時も入る時同様、水から出られそうなところで丸を押せばいいと。簡単ね。うん、いや分かったから大丈夫。うん、よし、いっちょむちゃくちゃジャブジャブ送る、泳ぐぜ。ジャブジャブ泳ぐんや。はい。おう、お、星屑来た。ちょっと待って。スキル購入。どうだ。できる。TB がある。TB があるから買えるよ。うん。グラブフォース。ハイパワーチャージ。これいるわな。これから先使える。はっきり言って。ワイドシュート。ほう、なるほど。アイテム購入ではスキルジェムが買えるという。まあ1個だけ買っといて、ちょっと見てよ。でアイテムで、アイテム使用スキルジェムをナイトサーバントに与えとこう。あいつよう死ぬからな。死なれたら困んねん俺は。パーティー編成でじゃなくて成長で、ナイトサーバント、よっしゃこいつや。オッケー、これで、あとは素早さもちょっとやっといて、直接上げていこう。 OK で、これであとこいつは OK、 194か、すごい、結構高なってる。こいつは満面的にやっていこう。こいつは直接を多めにやっていこう。 HP だな。素早さもちょっと上げとこう。援護もなんか良さそうやね、こいつは。で、これで OK やろ。こいつは持ってない。え、持ってないと。OK。で、まあ、あとは、適当に。いいか。SP を用いたキャラ成長を行いますと。あ、スキルもそういや、そうやからね。スキル習得とかもね、そうです。SP でやるから。あ、無理かもな。次は、またね、食べてやっていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。一旦今日はここまでにしておきたいと思います。一応ね、僕は YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものを練習にやっております。今はね、A でエンチャンターもこのゲームやってるんでね、まあ最後まで見てくれた方は嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録と Twitter アカウントのフォローもしよければしてください。一応その概要欄のところにね、
URL ね、ツイッターの貼っておきますので、もしよければそこから飛んでいただきます。ではさらば。